今回どのようにブッダの素顔をイメージしてお書きになられたか、その辺のお話も合わせて伺わせていただければと思います。戦後最大のこの壊滅的な打撃を受けている中で、やはりまあこの今ブッダを私が書くこと、そしてまた5月にこのブッダが公開になりますけれども、これは単なる偶然ではないな、ある種のミッションのように思いを感じておりました。釈迦は墨で書いてはいけません、言われました。墨で書いていけないんですか、じゃあ何で書くんですか。主線ですと言われました。主線、赤い線ということです。シルエットは全部赤で書いて、そして羅髪、頭髪は、群青を使ってください。群青という青い、まあ、ラピスラズリを使うんですけども、群青を使って書いてください。そして眉は墨で書いて、下には六章を入れてください。そういうふうに、教えられました。こういう時に重なってしまったっていうのは、まあ、偶然じゃないのかなっていうふうにも、やっぱりお釈迦様の絵だったので、なんとなく私もそうは感じていました。嵐が日に蛇が来て、ブッダの後ろにスッと立ちはだかって、こう一生懸命ここのエラを広げ、エラっていうのかな、ここを広げて、お釈迦様に傘を作ってあげたっていう話を読んだんですね。それがまず、あ、これはなんかこう人を思いやる気持ちっていうか、自分が雨に濡れてもこの人を守りたいっていう気持ちとかって、やっぱり素晴らしいなって思って、それを絵にしたいと思って今回コブラを描いたんですね。本当に私が何ができるかと言いますと、やっぱり歌を、やっぱり歌で通じることと、そして大好きなこの絵をも描くということなんですけども、これから修行されるブッダを描こうと思って描きました。なんかこう母であり父であり、幼い子供であり、そういう愛を描きました。実際震災の日というのは皆さんどういう、熊本、飛行機で行く日だったんですね。だからその熊本着いてから、その悲惨なものはたくさん、見ました。驚きましたけど、展覧会場で1時から3時までトークショーをして、それで楽屋に戻ったらば、メール、携帯がメールが相当入ってるんで、ふっと開いたら6件入ってたんです。で1件開いてみたら、津田さん大丈夫ですかって1行だったんですね。大丈夫ってその意味が分からなかったんです。で2件目開いたら、2件目の方が私が広島にいるっていうことを知ってて、今東京、そしてまた東北が大変なことになってます。お料理してた時に、私自分がめまいしちゃったと思ったんです、最初に。で切ってる、下向いてたんで、あ、ちょっとめまいしちゃってまずいなって、疲れちゃってるんだなって思ったんですよ。そしたら地震の音がしてきたから、子供を迎えに行くことだけが頭の中にもうよぎってしまって、その時にバカなんですけど、自転車で迎えに行けばいいのか、車で走るのか、バタ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 しちゃって、あんな風になった時に冷静に判断できないのかなって、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。何分持ってられるんですか、これ。こうやって。マイク。何分持ってたことあります？全然また関係ないこと。何時間？でも1時間の後半になると終わんないかなとか思います。多分思ってると思う。ちょうど今日はいい時間でした。ナイス？これもブッダの心。なるほど。